はい、今回ですね、まず何紹介しようかな。いや、これいきましょうか。まあ、あの鹿児島事務所戻ってきましたから、久保さんネタいっぱいありますよ。はい、まずですね、これは読んどけと、この友部さんの、まあね、本って僕もう読まなくなって、だいぶ読まなくなったんですけど、過去にこれはすげえなっていう本を、まあ、何冊か、なんかすげえなっていうか、まあ、その男女を分けました。あとはまあちょっと、まあいいや、まあ一本ずつ紹介していきますけど、洗脳力ですね、トマベチさんのやつ。これはね、マジで僕はこの本でちょっと痺れましたね。これね、8年前か7年、これ初版がいつだ、初版が2010年ですね。で、今2019年じゃないですか。多分7年前ぐらいですね。7年前ぐらいに読んで、僕は痺れましたね。本書の悪用を禁止します。これはね、これトマベイさんっていろんな脳科学のスペシャリストなわけなんですけど、いろんな本めっちゃ出してるんですけど、もうこの一冊で十分なのかなっていう。はい。機能脳科学の最新成果があなたの夢を叶える、いいじゃないですか、ね、これはマジですごいですね。まあちょっと難しく書いてあるんで、理解するまで大変かもしれないですけど、これはね、衝撃的な本一冊でしたね。洗脳力です。でもこれを僕は一応ですよ、一応僕もいろいろやってたんで、6年前ぐらいに読んで、一応すごいなと思いました。だからこの本を読んで理解できるとかすごいなとか思わないんであるならば、多分勉強不足か、勉強不足、知識不足かもしれないですね。あ、これこの本がすごいんだなって思うとか、なんかこっから何かを受信できる、要はこの本から何かを受信できる、できないとまだ勉強不足だと思います。だからこれ読んでも受信できなければ何の意味もないです。本って読むじゃないですか。でも読んでも、例えば他人から紹介されるじゃないですか、この本いいよで読んでみるじゃないですか。でも受信できないんですよ。例えば僕が一番最初に本をこれいいよって勧められたのが、この J.A. ハブ、これもう十何年前ですね。初版がいつだ、これ初版が2005年ですね。今2019年ですね。だから10年前以上の本を未だに持ってるんですけど、これ一冊ですね。これが最初に僕が読んだ、そのマーケティングというかビジネスの本なんですけど、これはいいぞ、これ読んどけと。全く受信できなかったです。全くです。1ミリも理解できないっていう本でした。でも今は理解できますし、受信できます。でも当時は、全く理解できなかったですね。あ、なんか折れ線書いてありますね。折れ線貼ってるな、これ。そう、今は理解できます。これはそう、今解読できる。だから本って、なんだろうな、まあそのステージによって理解できるものと理解できないものがあるんですけど、ただそのマインドというか脳というか、考え方ですね。考え方を構成していく上で、まあ、久保さんと僕が動画でいろんな側面で言ってるんですけど、そのね、久保さんと僕の話がうさんくさいと、信じれないという場合は、こう肩書き何個あるんですかね、トマビスさん。トマビスさんの肩書きがめちゃありすぎてよくわかんないんですけど、この人信用できないですよね。どうですかね、肩書きが脳機能学者、計算語学学者、認知心理学者、分析哲学者、ドクター・トマベチ・ワークス代表、コブニリブ・サチダボ CEO、 全日本気候士会長、副会長、名誉会長、中国南光大学名誉座会長、米国なんとか日本代表、米国ナショナル日本代表、天台ハワイ日本催眠術理事、チベット分業なんとか、よくわかんねえとりあえず肩書きが半端ないですね。どうすか、これでも信用できないかこんな肩書きあっても信用できないですか。あのね、さっき僕あの鹿児島帰ってきてすぐ音声収録をやってたんですけど、なんかね、まあまあその音声収録はいつ公開するかわかんないですけど、まあそのテーマがですね、
100万の初月で100万を売り上げを作った女性の話っていうタイトルでお話ししてたんですね。初月で100万の売り上げを作った女性の話なんですね。まあその話で、なんで出せたと思います？初月で100万ですよ、すごくないですか？なんで出せたと思います？単純に素直に信じて、素直に信じて、素直にすぐ行動しただけなんですよ。いや本当ですよ。まあ、それはね、まあ、あの音声対談は結構後に公開すると思うんで、まあ、あの別チャ、あのラジオチャンネルですね、あの Q チャンネル、あのやってるんですけど今で、今ちょっと収録したやつをアップロードできてないんで、まあ、明日明後日ちょっとそれはやろうかなと思ってます。はい、1、2個は鹿児島にいる間にちょっと全部編集は下ろしてですね、音声撮ったやつ多分ね、全部でアップしてないコンテンツが6個でしょう。50個くらいありますね。50個編集きついわ。収録してたんですよね、いろいろと移動しながらもいろいろと。はい、まあそんな感じで、まあこの本は一応おすすめなんで、まあ読んでも理解できるかどうかわかんないですけど、この YouTube の下にリンク入れておきますんで、このトマベリさんの洗脳力、非常にいい本なんで、まあ僕がいろいろ何千冊読んできた中でも、まあすごく良かったなっていう本になります。はい、で相当古いですね。だからこの本を今ご紹介できるのは僕ぐらいじゃないですかね。ね、その最新の本じゃないんですよ、わかります？初版2010年、9年前の本ですよ。だから9年前の本を紹介できるのって多分あんまりいなくないですか。はい、ということでこの YouTube の下にリンク入れておきますんで、見たことないっていう方はね、まあ読みますよ。なぜカルト宗教に教祖がハンサムに見えたのか、夢目標へ行動を快感に変えるプログラムとは、夢目標への行動を快感に変えるプログラムとは、情報空間のコントロールで周囲があなたに同調する、悩み不安恐怖を解消する無意識の操作法、 IQ を100点に高める目から鱗の思考訓練法、なんとか止めてみるあなたの本当の夢と出会える、人生を変える強力なノウハウ大公開。どうすか。願いを叶える技術を徹底解説。どうすか。これはねすごいですよ、マジでこれはやばいですね。もうトマベリさんの本は僕はこれもうこれから結構ファンになったんですけど、他にも読んだんですけど、これが一番いいっすね。トマビーさんめちゃめちゃ出してるんで、いろいろと、うん、はい、ということでこの YouTube の下に入れておきますんで、よかったら見てみてください。では